はい、次は小桜行きます。これも本日うちに到着したばかりです。さあ食べるんかな、どうする、もういいかな、こうやって置くんですね。はい、はい、はい、寝てますか、ちょっと起きて、うん、起きてるね。おい、お腹いっぱいなんだろうか。3時間前ぐらいに食べさせましたけどね。これはボタン、ブルーボタンですね。ちょっとね、餌がね、冷えてきたから食べないのかもしれませんね。いくらから食べてますけど。食べるかな。おい、もういいかね。もう半分寝たいのかもしれませんね。時間が時間だから。もうここはそこにカイロがありますから、ぽかぽかあったかいです。食べますか。どうですか。少し食べてますね。多分これは両方です。ちょっと時間が遅すぎたのと、もうこれがね、冷えてきたんですね、餌が。これがまあ大きいと思いますね。あんまり美味しくないんでしょ。これはね、もうちょっとね、別の熱いのを持ってきます。はい、ちょっと待ってね。はい、小桜の続きです。熱いのを作ってきました。さっきより食べはいいですね。冷や飯は食いたくないんですね、やっぱ鳥も。あんたどうする？探す。ああ、はいはいはい、頭につくよ。はいはいはい。もう本当は食べさせなくてよかったのかもしれませんがね、少しは食べてます。3時間ぐらいではね、ここまでさっきいっぱい食べましたからね。これがボタン君がまだ少し食べるかな。どうする、さっき食べたもんね。まあ、さっきの分と合わせたらまあ大丈夫でしょう。もう遅いからこんなもんだかな。はい、はい、交代ね、交代。はい、おい、これ小桜君、あんた、これ食べんか、もういいか。せっかくだからね、少し食べて。夕方パクパク食べたからこんなもんでいいでしょう。明日の朝たくさん食べるでしょう。よし、ゆっくり休むんだよ。こうね、こっち側だよ、あったかいのは。みんなこっち来て、こっち来て、またこっちに来てるね、あんた。ほい、はい、そこ、はい、おっと、はい、閉めますよ。今、お腹減ってたんでしょうね。ガツガツ食べました。今ちょっと落ち着いてます。ご飯食べましたからね。これ小桜のね、毛布です。まだちょっと小さめですけどね、 S サイズです。
おかみと一緒に入ってきたんですよ、これ。結構、ビビりません、もう小さいけど、ある程度もう懐いてるような感じはしますね。後ろ向いて下がっていくばっかりのあのビビリも多いですからね。カメラも全然怖がらない。次今度は夜になりますね。もう食べるのが中途半端で、他のヒナもいるんですけどね、それと時間が重ならないですね。結局午前中来たヒナもおりますしね、前からおるヒナもおりますしね、だからもう撮影の時間がもう何倍にも今増えてしまいますね。ちょうど時間が重なってなくてですね、今ここの辺でこう、ここに入ってます。ご飯がいっぱい入ってます。そうですね、両方にこっちに溜まったらこっちに流れてくるとかいうね、そういう感じですよ。二つあるのでね、まあ両方にいっぺんには、溜まっていかないですね。下でじじ泣いてるのはオカメです。一緒に来たオカメがいますので、次に明かりで目を覚ましました。ずっとこれでもう15分ぐらい私の手の中で眠っていました。この小桜はもうこうして寝るのが大好きでね、で飛んできては指に止まってこれを寝座りますね。あったかくて気持ちいいんでしょうね。さっきぐっすり寝とったのをオウムが雄たけびをあげたんで目覚ましましたけどね。つぶったりしてますけど、まだぼやーっとして眠いみたいですね。